はい、ありがとうございます。先ほどまでは遠藤さんがなぜ国際協力に興味を持ったのかっていうきっかけから JICA 海外協力隊でヨルダンでどういう生活してたのかみたいなところをお話をお伺いしたんですけど、この動画では実際に何されてたのかっていうところをお聞きしたいなと思ってまして、もともとヨルダンは体育会員として行かれてたと思うんですけど、養成内容っていうのはどんな養成だったんですか？ちょっと前編でもお伝えしたんですけども、メインは体育の授業の改善っていうところが大きいのかなと思っていて、スポーツイベントの企画っていうのももちろん入っているんですけども、なかなかそれだけメインにやってるとやっぱり単発で終わってしまうので、基本的には男子校の体育教員と一緒に授業を改善するってところが主な。なるほど。実際ちょっと聞いてみたいんですけど、ヨルダンの体育とかって日本でやってる体育と違いますか？そうですね、体育の位置づけがやっぱりないんですよね。上層教育というか、体育、音楽、美術とかっていうところはなかなか何やっていいかわからないっていうところは多分あると思うんですけど、ボールポイカ、基本的には暑いので、先生は中に入ってて、もう遊びの時間ですよね、簡単に言うと。はい、そういう現状があって、遠藤さんはどうされたんですか？わあ、もう本当にまず授業をちょっとしようとすると、なかなか人の話聞くってところがやっぱり難しいので、あとなんで先生と基本的には距離感詰めて、まあ、カウンターパートって相棒ですよね、相棒と結構関係性作ってから相棒と一緒に事業を組み立てていくことをしていくのを最初のやっぱ半年とか1年ぐらいかけてやるっていうか、急に事業をやろうとするとやっぱり子供なんだこいつってなってしまうので、先にやっぱ土台をしっかり先生仲良くすれば先生がいろいろ指示を出してくれたりもするので、そこの関係性作りから始まったっていう感じですか？なるほど。体育とか学校って、まあ、いわゆるタームごとにあるじゃないですか、はい、まあ、多分それごとに多分計画を立っていくと思うんですけど、はい、実際もともとバラバラでやってたお昼時間のような体育の授業が最終的にはどんな形になったんですか？あ、そうですね、あのちょっと私も巡回してたので何校か行ってたんですけども、内容のちょっとお話すると、あのスポーツイベントはサブとはさっきあの言ってしまったところがあるんですけど、年に2回か1回スポーツイベント1回設けて、自分の巡回している男子校がその時2校3校あったんですけども、で他の体育内も当時いたので、別のエリアに協力隊が入ってる男子校が5、6校あって、その5、6校にイベントを何月何日やるからっていう話をすると、それに向けたちょっと練習を無理やり体育に取り込んでくれるんですね、まず、はいはいはい、なかなか何も日々目標がなかったりとか、メダルとか好きなので現地の方とか、はい、そういうイベントがあるよって言うと、それに向けてちょっとやってくれるので、なのでそのイベントの中に体育のカリキュラムとかボール投げる運動とか、はいはい、そういった能力の入るスポーツを組み込んで、それに向けて授業をだんだん順序組んでやっていくっていうので、なるほどね、何かを一つの競技として、まあ、競い合うっていう環境を作ってあげて、そのためにじゃあ練習するんだっていう感じをしたってことですね。そうなんです。実際どうでした、スポーツイベントやった時、遠藤さんが所属されてた学校は、はい、他の学校に比べて強かったですか？あ、そうですね、私の学校は最後2位だったかな。そうなんですね。でも2位でも正直にちょっと金色のメダル用意してあげるとか。でもまあ、そこは10位じゃないんだ。そうですね。なるほど、ありがとうございます。実際何してたのかっていうところはお聞きしたんですけど、その中で一番難しかったこととか、一番なんか大変だったことって何かあります？例えばスポーツ のイベント企画するとかも、もちろん日本人で動かないといけないんであれなんですけど、普段の授業からするとまず並ぶこととか、本当にそういうルールを説明するにも紙を作ったことで見ないですし、確かになかなかそういう並んで人の話聞くとか、そういうところを組むのが最初結構大変で、ただあのちゃんと並んでくれた子とか言うこと聞いてくれた子たちを優先してイベントに出させてあげたりとか、本当は強い先生も出したいんですけど、そこは違うって結構話を議論じゃないですけど、こいつ出した方が絶対勝てれるっていうのはカウンターパート言ってくるんですけど、そうじゃなくてっていうところを結構日本人の個性じゃないですけど、向こう受け入れられるかどうかちょっと別として、こっちの意見としては強いっていうよりもマナー的なスポーツスピリッツのところが整ってる子の方をどんどん出してあげた方がいいっていうのを結構やり取りしたんですけど、そこが結構難しかったです。そうですよね、そういう環境にないからこそ難しいですね、はい、なるほどな、ありがとうございます。むしろ2年間やってて一番嬉しかったこととか、一番印象に残ってることとかってありますか？カウンターパートが活動が終わり際の時に、はい、1年目は、まあ、一緒に、まあ、もちろん授業を組み立てたりとかやってるんですけど、まさかのですね、座学をやった時があって、あ、何もそんなに言ってなかったんですけど、ただ体育でですよ。そうなんです、あのメンバーをちょっと集めて、基本的には口頭で言うか長嶋茂雄的なバーンと打ってっていうのが基本的なちょっとそういうところであるんですけど、そのカウンターパートが自分がカウンターパートに言ってたことを急に何も言わずこう集めて、いやお前たちここのポジションにいるとこういうボールとかがなんとかだろうとか、えって思って、コーチっぽくなってきましたね。そうなんですよ。
座学と思って本人は多分座学とか思ってないんですよね。伝わりやすいようにやってるだけで、初めて紙を出してみんなが群がってこうこうこうだろって子供たちが静かに聞くんですよ。すごいですね。わわわわって言ってたのがみんなやっとルールとかどうしたら勝てれるかってなんとなく分かってきて、それをカウンターパートがこういう風に言ってやり始めて、みんなが静かに聞くっていう、あのシーンを残り半年ぐらいのところでパッと見て、それが最初で最後だったんですけどでもこんなシーンが訪れると思っていなくて。確かに、まあ、それはいいですね。はい、本当にすごい鳥肌ものでした。ちなみにその時は何のスポーツだったんですか。まあ、その時は、例えばハンドボールやってたかな。ハンドボールすごいな。そうか、じゃあそうやって先生が生徒とのコミュニケーションの方法をちょっとずつ変えていったっていう、はい、そうですね、前向きな姿勢になってたのかなって。はい、なるほどですね。最後にちょっとお聞きしたいんですけど、2年間ヨルダンに行くじゃないですか、はい、ヨルダンってもともとは遠藤さん縁もゆかりもない国じゃないですか、はい、2年間ヨルダンに行ってよかったんですか。すぐにでも行きたいですねえ、何が一番良かったですか。アラブの人の温かみっていうのは、エジプトとかもちょっと旅行でこうトルコとかも行ったんですけど、ヨルダンの方々の人の温かみっていうのはすごい尊敬というか学ばないといけないところだなっていうのが、私もそこに支えられた2年間だったので。あ、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、でちょっとここからはもう少しその後のことも聞いていきたいなと思ってるんですけど、はい、ジャカガイル協力隊でヨルダンに2年間いらっしゃったじゃないですか、まあ、新卒って言ったっていう部分もあるので、まあ、その後の進路っていうところをお聞きしたいんですけど、まあ、新卒で行っていて、もともと教員免許もお持ちだったと思うので、はい、なので小学校とか中学校とか高校とかの教員に戻るかみたいなところとか、もしくは JICA 関係に行くか全く違う民間企業に行くかみたいなところ、いろんな選択肢あると思うんですけど、はい、どういう選択されたんですか。そうですね、私大学3年生ぐらいの時からその国際協力の道を頭の中に置き始めて、教員をやるとしてもいろんなことを学んでから現場に立ちたいなっていう気持ちでいたので、教員免許10年有効なのでそれの期限は32歳だなと思っていて、一応大学3年生ぐらいの時の進路としても協力隊に行くか、あと一般企業、お酒がすごい好きなのでお酒業界に行くかっていうのを持っていて、結局帰国してからはお酒業界の企業に入社して、で今そこを辞めて助課って青年会議協力協会っていうところに身を置いてるんですけども。なるほど。ちなみにお酒の会社では何をされてらっしゃったんですか。お酒はですね、あのビールメーカーさんとあと飲食店さんの間に入る業者さんが実はあって、私も調べるまで知らなかったんですけど、そこの業界にいたので、あの基本的に飲食店さんのバックアップとか、あとビールメーカーさんと本当にいろいろお世話になって飲みに行かせていただいたとかも楽しいですよ。卸問屋さんみたいな。そうです、そうです、はい、卸って言った方が分かりやすいかもしれない。なるほど。じゃあそこでお酒に関するような企業さんに勤められて、その後助課に入られるわけじゃないですか、はい、そこから助課に移った背景って何かあったんですか。そうですね、最終的にはあの協力隊の時にちょっとお世話になっていた調整員さんっていうボランティアを管轄してくれてる上司みたいな方ですかね、いらっしゃって、そういったお仕事をずっとしたいなってあの夜に来てた時にすごい思っていて、でも今ちょっとそういうのになるのにも社会人経験とかも必要だったりとかするので、どうせだったらやりたいことをやろうっていうので、そっちのお酒業界の方に一旦行っていたっていうのもあって、あ、まあ、ちょっと機嫌もよく今助課にはいるんですけど。あ、そういうことですね。ボランティア調査員の方はどんなことをされてらっしゃるんですか。帰国した隊員の方々のサポートとかそういったバックアップの方をメインにしているので、はい、派遣される前の方っていうのも帰国した方々の携わるとか多いかなと、うん、なるほど、ありがとうございます。ちょっともう少し聞いてみたいなと思ってるんですけど、はい、まあ、元々は協力隊で行ってたわけじゃないですか、はい、でも今は協力隊を見守るっていう、はい、バックアップする側じゃないですか、はい、ここのスタンスの違いで気づいたことありました。いや本当にですね、あの1人の協力隊をこう送り出すだけでも、はいはい、すごい裏が動いているっていうのと、う日本にいる協力隊を支える機関の方々っていうのは、まあ、日本までが結構多いんですけど、現地に行ってしまうと日本にいる方々はなかなか直接サポートができなくて、そうすると誰がやるのかっていうと、やっぱり現地のボランティア調整員さんっていう方々だったり現地のセンターの方だったりってするの でそういった方々だって命一人預かってるんですよね。行ってる時は結構こんな制限あるのかとか、いや、もうちょっと歩かせてくれよとか飲ませてくれよとか、まあ、なんとなく察してはルールがあるんだなと思ってたんですけど、実際やっぱこうやって裏側に行ってみると本当に一人の命預かっているっていうところ一番重要で、それの軸はずれることはないんですよね。あ、そうなんですね。何があってもみんなの協力隊に送り出したい、今コロナでなかなか出せれないんですけど、それでも送り出せない理由としてはやっぱり何か命に関わることが危惧されているとかっていうのが皆さん考えられているのがあって、あ、そこは本当にすごい感じます。そっか、何かあったら遅いんでね、はい、そういったところがあると思うんですね。はい、ありがとうございます。
今後遠藤さんとしてはどういうことをしていきたいとかってあるんですか？そうですね、私も協力隊時代のボランティア調整員の方にすごいお世話になったなっていう記憶がすごいあって、次は今いる在家の部署の中でも協力隊事業に携われてもらってるので、次はボランティア調整員として海外にいらっしゃる協力隊の方々のバックアップとかもしできる機会があれば一番いいなと思って今日々奮闘しています。なるほど、まあ、その中でも今国際協力の協力隊事業みたいなところを助課っていうところに携わって学んでいるみたいな感じなんですか、ね、はい、そうですね、はい、なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあ今日はですね、国際協力の中でも元 JICA 海外協力隊出身で今助課に勤められている遠藤さんにお越しいただきました。この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。